ブラジル対ペルー。本日の試合解説は元日本代表北澤剛さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ北澤さん、今日のカードですが、ずいぶんすごい顔ぶれになりましたよ。いや本当にね、素晴らしい選手揃いですから、ね、今日はスーパープレーなんて飛び出すかもしれませんよ。そんなにも期待できるかもしれませんよね。そうですね。選手が入場します。そして本日のピッチレポーターのご紹介です。岩本哲郎さんです。岩本さん、どうぞよろしくお願いします。あ、どうもよろしくお願いします。ルシオ、ディフェンダーとしてプレーします。そろそろ試合が始まります。競り合います。ここで動くか。ゴールを狙った。イエス。ゴール。前半また始まったところ。ブラジル1点先制。アドリアン得意の利き足。大歓声が響き渡ります。ブラジル先制ゴールで1点を得ています。こちら側としてはね、ここでちょっと面白くなりましたね。アルベルト・ロドリゲス、再びアルベルト・ロドリゲス、キーパーと1対1。この距離はどうだ。もう一度相手に当たった。さあコーナーキックとなります。ここは大事にいってほしいですよね。さあこれは狙ってますよ。まだチャンスは続きそうです。おっと危ないところでファールです。でも面白い位置ですよね。ブラジルチャンスになります。直接来た。これは惜しい。クリアです。ゲレープレッシャーをかけます。これは繋がらない。長すぎました。ちょっときついですよね。ああ、いいカットでしたね。しかしこのパスはオフサイドになりました。戻ろうとしたところでしたけども、ちゃんと見てましたね。ヘッドでセリア。さあ北澤さん、ブラジル今のところ1点リード。この辺から少し中盤で奪われる場面が印象に残るんですが、入った。2点目。前半15分です。ブラジル追加点を挙げました。最後はやっぱりこの男、アドリアン。場内が大歓声に包まれます。ブラジル2点を取ってさらに動きも良くなってきているようですね。そうですね、余裕ありますからね。前半の15分が過ぎました。通らない。さあすでにボールを奪われています。ヘルプレッシャーをかけます。大きく横へ運んでいきます。カナリア軍団が攻めます。大事なところ、大きく狙った。あっとゴールになりません。いやー、
理想的なシーンでしたけどもね。でもいい形で抜けてきましたよね。アドリアン縦、大きいでしょ、競り合った、ヘルここからの攻撃になります。エメルソンチェックに行きます。これは危ないぞ。ゴール。やりました。ブラジル。さらに突き放しました。最後を決めたのは21世紀の怪物ロナウド。やってくれます。さあ3点差のついた試合となってしまいましたが、いかがでしょうか。そうですね、試合運びと気持ちの両方で差がついてしまいましたよね。それにしても素早い展開から見事に決めてくれましたね。はい、あっという間でしたからね。前に送る、いいチェックですね。一人で上がる、さあここまで上がってきました。体で止めた、さらにいった、これはサイドネット、思い切って打ってきましたね。あとは正確性ですね。いいマークですよ。いいですね、うまくスペースを潰しました。ここで奪われた、競り合います。ヘルー苦しい状況です。よく守ります。ここで奪い合う、後ろ、いいディフェンスですよ。ゲレーファルファ、このツートップにうまくボールが絡み出してはいるんですが、もう一歩及びません。おっとすごい、一人で上がってきている。ここは精一杯クリアします。ボールはゼロベル、ヘッドでもです、小さく出した。ヘルー結局このボールを奪いました。激しいチェックが続きます。そしてシュートに行く、リスティング、ブラジルコーナーキックを得ました。誰に行きますかね。中を狙ってきた、クリアしたのは5人です。さあ前半の40分を回りました。ミドルシュート、あっと外れた、いや際どいな、若干力入りすぎましたけど、長い距離でも十分に狙ってこれるというところでしょうね。アドリアン大事なところ、どうだ、手で弾いた、またセットプレーとなります。ここは何としてでも決めたいところですね。さあボールが入ってくる、おっと中たくさんいますよ。激しく奪い合います。さあどう展開する、いい守りです。中へボールが入ってきたんですが、落ち着いた守りを見せています。右から攻めていきます。ここでファールです。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。絶好の場所でのフリーキック、あっと壁にまともに入った、ヘッドでクリアします。左へ出す、さあシュート、イエスゴール、前半ロスタイムです。ブラジルここで決めてきました。
本当ね見せてくれますよね。さあまず4点リード、ペルト上がりました。前半終了です。ブラジル調子いいですよね。リードして前半を終えたわけなんですが、どのようにご覧になりますか。はい、抑えたというよりもね、攻め続けたことによって相手側にチャンスは生まれなかったんでしょうね。この好調がね、後半も長く続くかですよね。ではここまでの流れですが、前半4分、アドリアン、後半がスタートしました。テントが変わって右にブラジル、左にペルー。カメラさん、アウェイ側なんですけど、ピッチ脇で誰かアップ始めてますね。動きそうですね。なるほど、交代があるようです。クロス上げるか、キーパーを防いでいる。ここはなんとかクリアです。いくか、チャンスになるか。さあボレーだ、キーパーパンチング。ブラジル、これが4本目のコーナーキックになります。どう攻めてくるんでしょうか。さあこれは動いた、強い、ここで奪われた、際どいボール、あっと惜しい。ここまで持ってきたんですが残念でしたね。いい感じですよね、ああやって打っていくっていうことはいいことですよね。頭で行く、一人で持っていく、大きく狙った、キーパーを防いでいる。エリック・デルガド、ここはよく弾いて一旦ピンチを出しました。そうですね、キーパー良かったですね。またコーナーになります。さあ選手の動きに注目ですね。ピンチを逃れました、クリアボールはラインを割りました。コーナーキックになります。ヘッド、決定的なところでしたよね。ブラジル絶好のチャンスでした。しかし北澤さん、試合は後半に入っているわけですが、ブラジルここまでなんですがどうでしょう。リードはしていますから余裕もあると思ってね、まずまずでしょう。まだ油断はできませんけどね。おっと、決まった、ブラジルまた突き放しました。ロナウゴール、右隅に決めてきた。いや、彼の突破力はすごい。5対でワンサイドゲームになってしまいました。シュールリーさん、いいタックですね。一人で上がる、そしてシュートに行く、ゴールゴールゴール。ブラジル重い重い追加点。ロナウ、ハットトリックです。今話しましたよ、この前に入れてくれる。6対0、ちょっとこの点差は予想していなかったでしょう。後ろからチェック、前ゆっくり送ろうという場面です。競り合った、さあ入れるか、ここからのクロス、頭で来る。割と全体の上がりがゆっくりだったんで、ね、分かりにくかったかもしれません。アドリアン、ドナウ、もうかなりのシュートを放っています。合わせて、これはサイドネット、思い切って打ってきましたね。惜しかったですね。いいカットですよ。ここでカット、再び奪い返した、お後ろに叩いた、大事なところ、ミドルシュート、決めた、左足。ブラジル決定的なゴールでしょうか。アドリアン、なんと今日4点目のゴール、いいですね。
試合完全に相手に流れを与えてしまいました。オルゲソト、さあ追い上げたい。ロナウジうまくコースを塞ぎます。そしてボールはここまで来ています。ロナウジキープ力には評判のある選手。さあ狙っていった、イエスゴー。ブラジルさらに突き放しました。ロナウジなんとこれで4本目。これはねちょっとね彼を止めるのは難しそうですよね。バイク、いやしかし何とも言えない試合になってしまいました。本当にねどこまで広げるんでしょうかね。中央からいった、おお右足シュート、うーんゴールで上に行きましたね。オルヘソ今日の意気込みが感じられるシュートを放ってきました。うーんあとは正確性ですね。オルヘソ最後にシュートを放ちました。ヘディング、このヘディングはどうか、大事なところシュート弾いた、真ん中へボールが入ってくる、もう一度チャンスになった、かろうじてクリアしました。タカどうする、さあシュート、これを決めた、ゴール。ブラジル勝負を決めてきた。アドリアン、なんとこれが5本目。本当ね絶好調ですよね。さあまず大差をつけています。シュールリーさん、オルゲソト激しいチェックに行きます。北澤さん、ペルー、はい、こう見ているとフォーメーションを変えてきてますよね。はい、3-4-3になってますね。でもこう見ていると決まりました。コミンゲス引き足で決めた。いやね、1点入りましたけどもね、ちょっと苦しいですね。その通りですね。さあ画面にはリプレイが出ています。ペルー一つ点差を縮めましたが依然大差を追っています。さあ競っていく、おっと打ってきた、ブラジルチャンスを逃しました。ちょっともったいなかったですね。いい感じですよね、ああやって打っていくっていうことはいいことですよね。さあヘル早速ボールキープした、おっとこれピンポイントだ、うわーこれはオンゴール、どうしたんでしょうかね。こういったプレーはちょっと注意してほしいですよね。北澤さん、今のボールというかプレーなんですけどいかがでしょう。そうですね、明らかに精細変えてますよ。集中してほしいですね。ヘルオンゴールという形になりましたが1点得ています。いい攻撃、うん、いいプレッシャーだ。早くも攻守が変わっています。ヘル読まれた。後半40分が過ぎました。いい位置にいました。ブラジルもうこの時間帯になると余裕を持ってプレーする感じでしょうか。まあポジションを高めていくことによって相手の攻撃はないわけですからね。ただ奪われ方だけは注意した方がいいですよね。あー投資ですが北澤さん、今の攻撃なんですが、はい、かなり強引に切り込みましたね。そうなんですよね、ああいったプレーが相手にとって脅威になる時もあるんですよね。真ん中から上がっていこうというところ。さあ追加点のチャンス、ミドルシュート、うーんわずかに強すぎた感じです。まあちょっと遠かったですけどね、悪い選択ではないですよ。ヘディング頭で競り合う、
今いいでしょうか。はいどうぞ。ロスタイム5分あります。ああそんなにありましたか。ロスタイム残り5分です。うん思ったよりありましたね。さあ競っていく。おっとさあシュートいけるか。さあ狙っていった。あっとしかし北澤さん、いや決定的でしたね。ちょっと焦っちゃいましたね。それまでいい動きはしてましたけどね。ブラジル大差での勝利、力の差を見せつけました。